東西連携ガス導管は、ジェラの東大城島火力発電所と、二日力発電所の間を結ぶ天然ガスのパイプラインである。東京湾に海底トンネルを掘って、その中にガスの導管が収められている。京浜地区の三つの火力発電所と、千葉地区の五つの火力発電所を結んで、天然ガスの相互融通を可能にするために建設された。東京湾を横断する。 ガス道館としては、東京ガスの海底幹線に次ぎ、2例目である。計画当時、東京電力は、京浜地区に3カ所、千葉地区に5カ所の天然ガス火力発電所を保有しており、京浜地区に対しては東大木島 LNG 基地に、千葉地区に対しては、富津 LNG 基地にそれぞれ液化天然ガスを運び込み、そこからパイプラインによって、各発電所に送っていた。 しかし、京浜地区と千葉地区を連絡するパイプラインは存在しなかった。このため火力発電の効率化と安定化のために、これらの2つの LNG 基地をパイプラインで結ぶ構想が持ち上がった。当初は費用対効果の問題から見送られていたが、技術革新によって建設費が下がり、実現へ向けて動き出すことになった。二千三年二月に経済産業省及び、 関東経済産業局に対して工事計画書を提出し4月に着工された。トンネルの工事は東扇島から掘削する扇島工区と富津から掘削する富津工区に分割されて実施された。扇島工区は大西建設、清水建設、枕の共同企業体が富津工区は鹿島建設、西松建設、大林組の JV が それぞれ担当した。まず縦工を建設して施行する基面まで掘り下げたが、扇島縦工は内径14.0メートルの円形の縦工を地表面から45.3メートルの地点まで掘ったのに対して、富津縦工では7.0メートル38.0メートルの区形の縦工を地表面から18.3メートルの地点まで掘った。この縦坑の中から横方向に トンネル工事を行い、トンネルの天端高は、大木島で AP-32.0 メートル、富津で AP-8.8 メートルとなった。どちらの工区も全長は9030メートルで、トンネル内径は3.0メートルである。広報は、低水式シールド広報が採用された。平面線形はほぼ直線で。 ふつ立て高から1467メートル地点から470メートルにわたって、立てから見て右へ半径4000メートルの曲線が入っているだけである。一方、縦段線形は、扇島たてこから3.0%でおり、1063メートル地点から0.1%で、ふつへ向かって上り、7990メートル地点から0.2%の上りとなり、 フッツたて港から1006メートルの地点から3.0%で上る構造となっている。この結果、トンネル中の最深部は大義島から1063メートルの地点となり、トンネル天馬高で AP-63.9 メートルである。この地点にはトンネル完成後の排水ピットが設置されている。こうした線形は両端での季節構造物への影響や地質などを 考慮して決定されたものである。9トルに及ぶ航空をシールド工法で掘り抜くのは、この建設時点で世界最長記録で、かつ東京湾海底の0.6ンパという高い水圧を受ける環境で、月間5 0 0ルを超える高速屈伸を行うなど、技術的に大きな特徴がある。ただし、ガス道管を通すだけであるので、トンネルの断面は道路や、 鉄道のトンネルなどに比べるとずっと小型である。この高速思考を可能とするため、シールド工法においてトンネル壁面を構成するセグメントについて、フッツ工区では幅が1.35メートルある幅広のセグメントを採用し、一方、木島工区ではセグメント分割数を個分割とする工夫を行った。また従来のボルト締結式ではなく、ワンパス継手による セグメント組み立てを行い、1リングあたりの組み立て時間を従来の半分以下となる10分程度に短縮を図った。こうした工夫に加えて予備品をストックして故障時の迅速な対応を図るなど稼働率を計画値の80%から実績の93%に高めることができたこともあり、平均月診療は630メートル。 最大突き進む量は1168メートルを達成した。2003年4月に縦高工時に着手し、2003年11月にフッツコーク、2004年2月に大木島コークでシールドマシンが発進した。2005年3月にまずフッツコークの屈伸が完了し、同年7月に大木島コークが8930メートル地点まで到達した。 その後2ヶ月をかけて相対的な位置の確認と修正屈伸を行い、9月に地中接合を完了した。シールドマシン中心軸にして、プラスマイナス5 0トル以内、角度にして1度以内という許容値を満たす接合となった。また接合に際しては、フッツコークのシールドマシンの内部が交代し、そこに、大扇島コークのシールドマシンの内部が前進して、 接合部の止水工作を行う機械式地中接合が行われた。トンネル自体の工事は2006年3月に完成した。その後、トンネル内に全長約 20km、合計 700mm のガス用交換を1本、付設する工事を行い、これも2008年6月に完成した。2009年3月27日付で運用が開始された。 これにより火力発電及び LNG 基地の運用の弾力化、安定化が図られるとともに LNG の備蓄基地を削減することができるといった利点がある。海水の熱により LNG から気化させた天然ガスを1時間あたり最大430トン送る能力がある。またこのパイプラインは必要に応じて双方向に運用される。2019年4月以降は 東京電力グループと中部電力との合弁会社であるジェラが運用している。ありがとうございます。